あ、こんにちは。この間、ヤマトでお会いしました。え、ヤマトでも。ですよね。はい、橋本さん。橋本です。ですよね。どうもです。どうも。オルタメーリングリストに入ってます。あ、そうなんですか。はい、なんで。はい、そこで、はい、いろいろとまたやってますんで。はい、ナベタさんもね、ここにいるんですね。もう会ってます。会ってます。あ、そうなんですか。今、ブラッと一応全部回ってみるという感じで。回ってますか。あ、じゃあ、どうぞ。こちらもぜひ。うちの缶バッジです。はい。よろしくお願いします。じゃあ、ここで紹介いっちゃおうか。じゃあ、このブースの紹介を。ブースの紹介でーす。はい。はい、はい、よろしくお願いします。コミュニティアテラです。それで、みんなで考えて決めましょう、はい、というところで、どういう初めての人にも分かるように、市民グループでやっておりまして、はい、国民みんなで議論を重ねた上で国民投票やれればいいかなと思っているグループです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、こういうチラシがあって、じゃじゃーん、国民投票しようという、そうですね。そうですよね。はい。それを呼びかけるという。はい。そうです。それで、こういう缶バッジとかもいろいろ。そうなんです。ゆるキャラで可愛いんです。可愛いですね。そうなんです。キャラの名前はあるんですか？うん、ないんです。今度募集しようかな。可愛いバッジがいっぱいあります。署名もお願いしております。そうなんです。皆様の署名を集めて、はい、そうですね。国会に提出してます。はい。あとこのこちらにもあるんですけれども、はい、新潟県の牧町で、はい、昔原発の住民投票があったんですよね、はい、でその時に実行委員、代表、実行委員の代表とか元町長だった笹口さんという方がいらっしゃいまして、その方も、まあ、賛同人の方なんですね。あ、はいはい、もう今の時代は311以降、日本の国民は昔と違って、はいはい、原発に関しての知識はもう十分あるだろうと、はい、で、国民は主権は国民にあるのだから、ここらで一発、うん、ここからだけは私の言葉です、ここらで、ね、いいんじゃないかと、はい、まあ、おっしゃってると、はい、いうことでした。はい、なんかイベント系は何かあるんですか？あ、この間言っちゃったんですけど、はい、また結構討論会とか好きなんですよ、はい、賛成の人も連れてきて、反対の人も連れてくるっていう討論会が割とうちだとできやすいんですよね、一応会としては中立の立場なんで、うん、反対の人も連れてくる、投票に反対の人も連れてきてやるってこと、投票じゃなくて原発に、原発に反対の人、反対の人、賛成の人、賛成の人、賛成の、ね、技術者の方とか、学者さんとかを呼んで、賛成の学者、賛成の学者も推進派ですね。御用学者という、御用学者という、そうなんです、よく出てきますね。そうなんです、すごいなと思って、逆にありがたいんですよね、うん、そうですか、うん、それは聞き応えっていうか、いいですね、そうですね、容認派の方とか、やっぱどうなったのか、そういう話をね、たくさんいらっしゃるんで、合わせて、説得力がありますよね。そうなんですよね、うん、だから反対ってばっかりだと、うん、どうしてもおそらく引いちゃう人が多いと思うんですよね、うん、はい、一般の人もそうだし、うん、はい、でも引いちゃうのは良くないから、うん、はい、やっぱりね、みんなでまずは話し合ってっていう場を作れればいいかなと思って、なんで賛成なのか、なんで反対なのかっていうのをお互いに出し合って、うん、はい、結論はご自身で出していただくのが、そうですね、人が判断してもらうっていう、そうですね、それはおのずと反対、はい、どうもありがとうございました。